皆さんこんにちは、エイジくんです。さあ今日はですね、久々にグッズの購入品をご紹介していきたいと思います。はい、4、5月にね、いろいろグッズ買ったので、早速ご紹介していこうと思うんですけれども、いっぱい買ったんですけども、A3 と FGO がメインになっていくかと思います。はい、じゃあ早速ご紹介していきます。まずこちらでございますね。はい。4月にプライズで登場したゲームセンターですね。天馬くんの缶バッジですね。こう、天馬って名前が入ったような感じですね。これをいっぱいゲットしたんですけれども、何個ゲットしたと思いますか、皆さん。はい、じゃあ答え合わせですね、こちらでございます。はい、23個でございます。ありがとうございます。ということでね、23個頑張ってゲットしました。はい。ちょっとね、天馬くんね、めちゃくちゃ今来てて、なんか A3 すごいいいなって改めて最近思ってまして、で、天馬くん昔から好きだったんですけれども、ふと気づいたんですよ。天馬くんって可愛いって。ということでね、やっぱりね、このね、なんて言うんだろうね、いただくみたいなと思って何にしようかなと思った時に出会ってしまったんです、このね。僕 7.5 センチのサイズの缶バッジが好きで、これちょうどそのサイズで、やっぱ板組むのにちょうどいいかなと思ってね、ちょっと一旦23個かな、みたいなところがありまして、はい、23個です。で、今見せた缶バッジ、浴衣の絵柄だったんですけれども、ね、僕ちょっとね、もう好きすぎてね、天馬くんの浴衣買っちゃったよねっていうことで、さっきのやつですね、こんな感じです。そう、僕天馬くん好きすぎて、今年の夏コミで天馬くんのコスプレ写真集を出そうと思って、今めちゃくちゃ衣装とか準備してるので、コスプレに関してはまた別で動画作ろうと思ってるので、ぜひお楽しみにしててください。ということでね、浴衣も買ってますということで、はい。で、次に買ったのはこちらでございます。ででーん、これですね、一番くじの A311と一緒の天馬くんのロゼットですね、G 賞になります。これは一旦6個買いました。はい。で、あとプラスで2個後から届くので、合計で8個になります。まあ1列ぐらいね、ロゼット作れればなと思って買いましたね。で、やっぱロゼットってなんか買うと高いし、なかなか商品ないので手軽に手に入るのいいなと思って買いましたね。このワンワンと一緒の天馬くん、ほんと可愛いですよね。こう、僕も犬になりたいみたいな状況で、ほんとなんかワンワンして、なんか朝も昼も夜もワンワンみたいな、こうプレミアムワンワン状態になりたいなっていうことで買わせていただきました。はい。やっぱロゼットがあるとね、板場の花になるかなと思ってちょっと買いましたね。で、他に天馬くん買ったやつといったらこれですかね。一番最初のシングルのデフォルメの缶バッジですね。これの衣装がすごい好きで、投資もデフォルメも可愛いなと思って、一旦これはね、6個。多分ね、そこら辺になんかあると思うんですけども、ちょっとね、これも1列作りたいなと思って買ってますね。ちょっとね、バタバタしてて袋詰めとかできてないので、後からしっかりしたいと思います。で、もちろんね、これ、投資の方も持っております。可愛いよね、この天馬くん。めちゃくちゃ一目惚れしましたね。すごくやりたい。好きです。まあ他にもね、ハート缶も欲しいかなと思って、初期に出たな、一番カフェのやつとか、あとあれですね、アニカフェのやつとかも買っておりますね。やっぱハート缶ね、好きなんだよな。なんかハート型いいよね、こう、好きみたいな感じで。はい、生きております。まあ他の天馬くんグッズといったら、まあこれですね。ナンジャタウンのコラボの時の刀身の書き下ろしのタペストリーですね。これね、足がエロいんですよ。なんか、やばくないですか、これ。なんか服着てんのに実質裸みたいな状況で可愛いですよね。はい。なんか足が長くて、なんかエロくて、すごい。これなんか、18歳未満の方に売ってよろしいんですかみたいなね、確認が必要かと思います。あとこれですね、丸いコラボの天幕、めちゃくちゃ可愛いみたいな。これちょっとなんか、よっみたいな、よっみたいな、この後ちょっとやるかみたいなね、可愛い、何をしたいんでしょうみたいなね、すごい、こう見てください。開けるんです。よくないですかこれ。ね。ちょっと。こんな感じもできるんですよ、皆さん。よくないですかこれ。なでなでもできるし、抱きしめられるし、飾れるし、持ち運べるし、みたいな。なんか、一石四鳥みたいな天幕なんですね。絶対皆さんもね、これ仕入れた方がいいと思います。うん。普段はこうやって取っといて、3、2、1インスタ映えみたいな感じでね、いろいろ用途があると思うので、ね、なんかいろいろなやり方があると思います。なんかいろんなね、やれる。うん。あとはですね、もう A3 続くんですけれども、ポスターとかもめちゃくちゃ買ってますね、これも。特典？アニメイトの特典かな、これ。ね、CD ジャケットのポスター、おしゃれだなと思って、ちょっと部屋をね、A3 仕様に装飾したくて、めちゃくちゃポスター買ってます。ちょっとね、もちろんね、夏組ガニも好きなので、いろんな組のね、こう、ポスターを買ったりだとか、あともちろんね、第1回公演の、ウォーターミーの、サイン入りのポスターもゲットしました。こう、キラキラ仕様のね、サインがめちゃくちゃ可愛いですよね。ゆきちゃんと天馬くんの入ってますね。こんな感じでございます。なんかさ、部屋にこうさ、飾ってあるとさ、本当になんか、公園みたいな感じでいいよね。これちょっとまだね、
伸ばしきれてなくて癖ついてるんですけれども、2部屋あるんですけれども1部屋も完全 A3 仕様にしたいなと思ってねやってますね。はい、じゃあ次フェイト関連になりますね。こちらでございます。ででーん、フェイトエクストリンクのロビンフットのねトートバッグです。これがですね、表が通常ロビンで裏がね、あの私服のロビンになっております。でこれね、値段の割に生地がすっごいしっかりしてて、実は僕これ普段使いしてるんですよ。なんか物がめちゃくちゃ入るんですね、こんな感じ で生地もすごいしっかりしてて、あーちょっと普段使ってるバッグだとちっちゃいかなっていう時、あの僕普通にロビン使ってます。だから街中で、めっちゃでかい男性ロビンのバッグ持ってると思ったら、それ A 軸なのでよろしくお願いいたします。でこれすごいのがリバーシブル仕様なんですよ。これひっくり返すとモチーフになるんですね。こういうのオタク好きだよね。なんかなんていうの、緊急避難用こんな感じで、はいみたいなね、一瞬で一般人に変われますみたいな感じでね。そう、汚しちゃったりしたら申し訳ないのでプラスでもう一個買おうと思ってるんですけども、結構お気に入りですね。ロビンもすごい好きなので、はい、じゃあ次こちらでございます。ででん、最近出ました1ランク GFG 用の A 賞マッシュのフィギュアですね。これ結構出来よくて、第2章っていうんですかね、あのね新しい方の A 賞になりますね。僕マッシュね4回出てたんですよ。これが別の賞ですね。今回 ABC 賞しかなくて、ラバーストと、あとこれはなんていうの、キャンバスボードと、あとフィニアが当たりまして4回で、めちゃくちゃいいですよね。結構ね、フジオスクでマシュー好きな人とかにおすすめですね。で、キャンバスボードはこんな感じですね。ちょっとなんか普通のキャンバスボードよりもちょっと薄いんですけれども、まあなんかね、生地自体はちょっと布っぽい感じになってますね。で、もう一つがホームズでした。僕 FG をちょっと遅めに始めたので、初めて出た星5がホームズなんですよ。ちょっとホームズが実装した時にぐらいに初めて出ましたね。だからすごい思い入れのあるサーバントだったので、ホームズ出てくれて嬉しかったです。ラバストガラだったかな？あ、あのね、よく出てるあの星さんの彼女でございますね。ちょっとピントが合わない。よく見るんです。可愛いですよね。あと他に買った FGO がですね、僕あのね、オジマンディアスが最推しなんですけれども、こんな感じでね、買いました。まず紹介するのがこれです。これ実は結構高い缶バッジで、オジマンディアスなんですけれども、これあの、夏コミのセットの中に入ってる缶バッジなんですけれども、4000円なんですよ、定価が。で、タペストリーとクリアファイルと缶バッジのセットで、で、このね、水着のオジマンがめちゃくちゃ好きで、で、初期状態はこんな感じで、ギルとオジマンセットになってて、4000円なんです。つまり、4000円で1個手に入る缶バッジでめちゃくちゃ高いんですけれども、結構ね、本当にこのオジマン好きなので、なんか欲しいなと思ったらたまたま見つけました。これ、ちょっと高かったんですけれども、2つ買いましたね。オジマンの板板もいつか作りたいなと思ってるので、これもね、今3個あるんですけれども、もうちょっと集めたいな。でもやっぱり、みんな缶バッジはなかなか手放さないと思うので、なかなか手に入らないので、やっぱり売ってる時にね、ゲットしなきゃなと思って買いましたね。ちょっと値段高くても今後見つけたら買おうと思います。で、同じこれもね、セットに入ってるアーサーで、ちょっとこれね、買い忘れてたので、ちょっとこれは嬉しかったですね。これがね、FGO フェス限定かなって、地元通販もあった缶バッジで、あのね、普通に売ってないやつなので、もうね、なんか手に入れにくいやつなんですけども、このオジマもね、デフォルメ可愛いなと思ってゲットしました。オジマもね、グッズたくさん持ってるので、またね、板場の動画作ろうと思ってるので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。で、あとこれですね、まあ、ヒプマイを少しだけ買いましたね。おまんじゅう持ってなかったので、ヒフミと、あとこれね、あの、地引きできなかったのでゲットしました。このイラストすごい好きでね、あの、他の2人もいて可愛いので、これもゲットさせてもらいました。でね、アームの縫いもゲットして、アームちゃん、アームちゃん、アームちゃんです。ということで、あのね、まんじゅうと縫いなんですけれども、僕、あの、別の動画でも話してるんですけれども、5月下旬にシンガポールに行きまして、まあ、せっかく海外旅行行くなら、おしぴのぬいぐるみたくさん連れてきたいなと思って、コナンに関しては今年の映画シンガポールが舞台になってるので、聖地巡礼をしたいなと思って、アムピと、あと、まあ、普通にね、なんかカレピ的な感覚でね、一緒にご飯食べる時とか、こう、一人で行くので寂しいので、こう、ひふみまんと一緒にこうやって、あの、二名席でお願いします、みたいな感じでやろうかなと思ってますね。うん。まあ、ちょっとね、駆け足でご紹介してたんですけれども、最近買った FGO と A3 メインでご紹介させてもらいました。他にもね、めちゃくちゃね、ちょっとあっちの部屋にすっごい買うの溜まってるんですけれども、もうね、2、3時間ぐらいになりそうなので、ちょっとね、今日は A3 と FGO メインでご紹介させてもらいました。定期的にね、購入品紹介とかまた今後も動画作っていきたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。というわけで、この他にもおたけの動画上げてますので、ぜひチェックしてみてください。そしてよかったらグッドボタンとチャンネルのご登録よろしくお願いします。またねー。